僕たち三味線弾きが同じフレーズをしつこく弾いてる時ですね。そこです、はい、そこで拍手をしていただければ、まあ、間違いないかなっていう感じなんですけど、まあ、そんな感じで、ここからは民謡を中心に津軽三味線をお楽しみください。よろしくお願いします。